年の王子ゆうちゃんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとねすごく嬉しい、メールをいただきましたんでちょっと読んでみたいと思います。昨年末に初めましてということで、昨年末に40年来付き合っている腰痛が悪化、整骨院や整体に通い詰めるのではなく、この先の人生においてセルフケアできないのかと手探りしているうちに、腰の自由ちゃんの YouTube にたどり着きました。ありがとうございます。体のことだけではなく精神面と体との関わりなども聞けて毎回楽しみにしています。腰ですが、本日母の介護で全面的に体重をかけられ思いっきり支えたのですが痛くありませんでした。少しずつですが、毎晩お風呂上がりに自分のできることをやっています。これからもちゃんと続けていきます。そうそう、遅ればせながらキオラを購入しました。手元に置いていつでも読めるので嬉しいです、ということです。はい、本当にありがとうございます。すごく嬉しいですね。この僕の、腰の自由チャンネル、YouTube 生態をね見てね、腰痛をケアしたりとかしてくださっているのすごくありがたく思っております。これからもね、いいコンテンツをね、配信していきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。キオラっていうね、ことをおっしゃってくださいました。キオラってこれのことでですね、2018年の1月ですね、に出したんですけれども、この雑誌載っておりますので、これ今、Amazon でもね、買えますので、ぜひ、これを見たい方はですね、縦腰体操、3つの体操が載ってますので、ぜひこれ、購入まだの方はねしてみてください。ということで、今日もねご質問をちょっといただいてまして、今日はですね、どういうご質問かと言いますと、これね、よく言われるんですけど、肝臓の数値ですね、が、病院で見てもらったらちょっと良くないので、何かアドバイスがあればということですね。まずね、言っておきたいことはですね、あんまり数値ばっかりにこだわりすぎるのも良くないので、その点は、あまり気にしすぎるのもよくありません。ということを言った上でですね、一つ大事なポイントがありまして、これはですね、まあ肝臓の数値だからね、肝臓っていうのは物言わぬ臓器でね、沈黙の臓器なんですけども、肝臓の周りを緩めたりね、すること大事なんですけれども、これもね、一個ストレスがすごく大きな原因になってましてね、例えばよく怒る人とか怒りを溜め込んでいる人なんかも肝臓が疲れててね、肝臓をやられてる傾向にあるんですよね。なのでこのストレスっていうのが原因になってますので、どうやったらこれが、いい方向に行くかって言いますと、おすすめはですね、人の幸せを願うということなんですよ。人の幸せを願っていくこと、これがですね実は生態になります。生体になります。なぜならストレスがなくなるからです。脳科学的にもストレスホルモンですね、がなくなっていく、で人の幸せを願うと、ドーパミンとかエンドルフィンとかオキシトシンといったね、幸せホルモンが出て本当にストレスから解放されると言われています。なので人の幸せを願っていくことはですね、本当に、自分にとってですね、ストレスを解消になりますので、ストレス解消しようと思ってもなかなかできませんけども、人の幸せを願うっていうことはできると思うんでね、やってみてほしいんですよね。で、もちろん、いきなりめちゃめちゃ嫌な人とか、嫌いな人がもしいらっしゃってね、その人のことの幸せをいきなり願うっていうのはね、ハードルが高いと思うので、身近な人とか、自分の好きな人とか、好きな有名人とかでもいいしね、そういった人の幸せを願うっていうところからやってみてください。そうすると、人の幸せを願うっていうことが自分の中で習慣化されてきますので、そしたらそれが当たり前になってくるのでね、どんな人でもどんな人の幸せも願えるようになってきます。結果、それが自分のストレスを解放してね、自分が元気で健康になっていきますから。でね、その人の幸せ願うときになかなかできないという人がもしいらっしゃったらですね、やっぱりこう体の動きとセットにするといいんですよね。人の幸せを願うときっていうのはどうしますでしょうかね。まあ、お祈りのポーズですよね。どうしますかね。困難しますか？しませんよね。困難しながらなかなか人の幸せって願いにくいんですね。人の幸せ願うときは手と手を合わせて丸くこうやってあげると人の幸せは、こう願いやすくなりますので、こうやって手を、握りしめてですね、軽く握りしめてそっと胸の前に置いて、目閉じてもいいですから、一人一人自分の
お世話になった人とかですね、おすすめはですね、お世話になった人を一人一人思い浮かべながら、幸せを願っていく。で、幸せの願う文言はですね、この人に全ての良きことが雪崩のごとく起きますと心の中でつぶやきます。この人に全ての良きことが雪崩のごとく起きます。これは斉藤ひとりさんから教わったね、言葉なんですけども、僕これよくやってましてですね、この人に全ての良きことが雪崩のごとく起きますっていう風に、心の中で唱える。もちろん声出せる ところがあればね、声出せる場面であれば声出したらいいし、これ慣れてきたらもう例えばですね、外に出てて歩いてて道ですれ違う人一人一人に、この人に全ての良きことが雪崩のごとく起きますっていう風にね、心の中で唱えれるようになりますし、電車乗ったりいろんなとこ行ったらこんだけたくさんの人いるんですからね、なんか自分がストレスだらけでどうしようもないっていう時はですね、そうやって人の幸せを願うっていうワークをですね、してみられることをお勧めしたいと思います。その時に、もし余裕があったりとか、周りの目がね気にならない、気にしてどうしてもこういうのできないという方ですね、軽くやってたら全然大丈夫なんですけどね、いいお家でいいのでこうやって手を合わせて人の幸せを願うっていうワークをですね、毎日体のアクション付きでやってみてください。そしたらストレスが解放されて、肝臓の調子も数値も良くなっていきます。ぜひやってみてください。はい、今日の YouTube 整体は以上になります。ご質問ありがとうございました。今日のね話が何か少しでも役に立ちましたら、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。また、励みになりますので、チャンネル登録もどんどんよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきありがとうございました。